長身です。うん。これ、T シャツの9センチです。あ、全部入りました。ほんますか？はい。すごい。反対側に行きますね。行きますね。はい。ハリケデンからこんにちは、ピオハリキングの上田です。今日は元 J リーガーの竹岡優斗選手にお越しいただいてます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけども、はい、現役を退いてから今お仕事されて、さっきちょっとお話してたら出張でなんかいろいろ食べて大変だと、はい、今ちょうどいい感じに出来上がってる。いい感じに出来上がって結構ですか、なんか便秘な感じなんですか？そうですね、出張行くたびに便秘にはなって、うん、お家に帰ってますね。なるほど、はい、ちょっとやや疲れてますけど、やっぱり今多分ちょっとピークかもしれないですね。ピークですね、はい、はい、なんかちょっとこの大腸の経絡っていうのは、はい、こうここなんですか、ほうれい線にちょっとお疲れが出てるんで、はい、ちょっとこれ緊急治療じゃないとねもうファンの方もね、インスタフォロワーさんも大丈夫かみたいな、疲れてんなみたいな、疲れてんな、おっとどうしたみたいななるといけないんで、早速ちょっとお腹とかですね見させていただいて、はい、翌日にはもうボーンと爽快でバーンって感じで引いてますよ、ね、いやもう知ってもう朝奥さんに言いますボーンバーンって感じだったわよって、はい、よろしくお願いします、はい、それではこう胃腸のチェックですけども、はい、施術をして全体整えるんですけど、胃腸が壊れてるとか体の動きでは分かんないんですけども、こう自律神経が乱れたりすると胃の動きとか腸の動きが悪くなるんで体もこわばってしまうんで、体の動きでチェックしたいんですけども、手をこう合わせて、で右左に置くとどんな感じですか？右にこう、うん、だいぶ硬いですね、痛い感じで。反対側はこっちのは行きますね、右のは行かない感じですね。はい、ありがとうございます。で楽にしていただいて、首も右左に、はい、で反対側ですね。全体右にちょっといかないですね。はい、ありがとうございます。円痛が悪いってことですね。11円で改善できます。これ10円と1円で改善できるんですけども、胃腸の経絡を整えた方がいいですよね。で右回りにくかったんですけど、これ動画見てる皆さんもですね、人差し指と親指の間に合谷っていうところなんですけど、ここに10円を貼ってこの上に1円を貼ります。でこれでもう一回右左やってください。同じように、はい、もう割れていきますね、はい、で反対ですね、ここに行きますね、はい、でもう一回これを逆側に貼ってみます。もしかしたらこっちの方が効くかもしれないですね。基本は右に貼った方がいいんですけど、動きが悪いこと反対に貼ると効くこともありますね。こっちの方が行きますね。はい。で、お通じが悪い方で、まあ、体の動きもチェックしてみて、基本はこの人差し指と親指のところに貼って11円貼るんですけど、右左分からなかったら右側に貼るのが効果的ですけども、竹岡さんの場合は、左手の方が貼ってますね、はい、今の体の状態で見ます。左の方が動き楽になって、もう右左も分かんなければ両方に貼ってください。これが一番22円であるとできますんで、ぜひやってみてください。ではこれからしっかりと治療させていただきます。ではまず胃腸なんですけども、腸の動きを良くするツボもあるんですけど、そこだけじゃなくて自律神経乱れてるのをちょっと調整していきますね。でもやっこ最初見ます、はい、やっぱ疲労感とむくみ感あるような感じの脈が出てますね。腎が拒してるっていう感じですね。これ嫌ですね。どっち嫌ですか？右上マシですね。こっちのこれが一番、そうですね、完全に胃大腸の反応点が出てますね。こっちがむくんでるんですね。これとこっちだと右のが嫌ですね。こうはひどいことだったりして。今ですね、ちょっと内転筋チェックしますけど、ここをちょっとキープしてください。はい。でここは、はい、ありがとうございます。でここをキープですね。こっちがちょっと抜けますからね。抜けます。こっちの方が
腫れますよ。抜けますね。抜けますね。内転筋が、はい、力入らないかもしれない。でここですね。腎臓の経絡がちょっとおかしいんで。ああ、これちょっとグミがいますね。なんかねちょっとしたのがいます。はい。ここですね。腹流のあたりにグミがいますね。ポーラップみたいのが貼り付いてます。でここをちょっと。はい、これで OK です。あ、取れましたね、グミいなくなりました。で、じゃこっちキープしてください。はい、ここも入りますよね。あ、入りますね。入りますね。だから結構、針1本で変わるんですよね。はい、全体の経絡を整える針をして、腎臓の腎を整えたんですけど、こういう状態ですね。もちろん胃腸が悪ければ腸のセラピーとかいろいろありますけど、そういうのもやるのも大事なんですけど、全体の腎神経を整えて状態を上げてから血管の部分を調整する。便通が通らないって血管じゃないですか。で、血管に対して腸を刺激するんじゃなくて、全体の原因は自律神経のバランス乱れなんで、これを整えるところですね。で、整うと筋バランスも整う、力がグッと入るわけですね。はい。で、ちょっとですね、こちら側にエネルギーを流しますね。これ4系治療でいきます。で、肺の経絡ですね。ここ刺激して、ね、内腸の経絡も整えて、でここさっきやばかったですよね。で、人間って電気で動いてるんですよね。人間の細胞ってミトコンドリアが微弱な電気を作って動いてるんで、電気の動きが悪くなったりもするんで、経絡もですね、軽く電気を流してみると元気になります。今、肺大腸いい日っていう、こう経絡体系をですね、滞りを取るために今これから電気を流していきます。トントントンってちょっと感じますね。それで分かります。あ、微塵に分かります。はい、はい、これで、ね、お腹の調子を整えるのちょっと長いですけど、調子です。うん、これ視察の9センチです。うん、久しぶりに見たその長さ。久しぶりに見ましたか。はい、あ、腰には打たれてました。あ、お尻。あ、お尻ですね。はい、お腹です。あ、腹筋使わない方がいいですね、これ。そうですね。はい、はい、結構響きますので、一応これ整えますね。これちょっと響きます。グーンってきますね。きますね。おお、久しぶりっすね、この感覚。はい、これだけはちょっとお通じが出ますんで。あ、これで OK です。あ、全部入りました。思いますか。はい、いや、腹筋使わない方がいいと思いますよ。響きますよ。条件反射しちゃいました。胃腸のポイントで、実はここに胃のポイントがあるんで、はい、ちょっと目の疲れを取っておきます。ストマックポイントってですね、この胃の反射区がありますので、これだけちょっと神経を入れてください。ちょっと入れます。はい、ストマックポイントですね。これで胃腸が整えます、うん、この反射区ですね。ということで、7本ポイントいただきます。では7分経ちまして、針を取っていきます。取ります。取りました。これ入ってました。結構長いですね。はい、これだけでもお腹の調子よくだいぶいいんじゃないですか。はい、さっきよりいいですね。はい、で、良くなってるんで、あとは4キロですね。ちょっと振っておきます。ここでホームケアとして、これで大便利ですか。はい、楽です。楽です。では、
手を合わせてもらって、うん、だいぶ行きますね。すごい。反対側も行きますね。行きますね。はい。まだ背中の気がしないですけどね。確か。やっぱり体が壊れたり気血の流れが悪くなるのが影響したりとかするんで、まずですね、お通じは数日後どうだったかちょっとコメントいただければと思いますので、はい、分かりました、よろしくお願いします。はい、ということでですね、実はお通じだけで、まあ、LINE される方って結構少ないですけど、便通とか自律神経整えたいという方で来られる方がいます。でそういう方も全身調整をして、今みたいな治療と、あと背中をすっきりさせたりとかですね、治療していますので、治療を受けたい方ですね、うちの今横浜元町と銀座にありますので、概要欄からお問い合わせいただければと思います。で他にもですね、先日の動画ですが、セルフケアの動画を配信していますので、次の動画もご覧いただけると思います。武岡選手のインスタの URL とかも貼ってきますので、ぜひフォローしていただいてですね、はい、今むちゃむちゃ疲れが取れてますよ、実は見てみてください。あ、爽やかですね。ちょっと元気だいぶすっきりしますね。だいぶ来た時よりもちょっとドヨンしてましたけど、はい、よかったです、はいはい、これから多分治療後のインスタも更新されると思うので、はい、ぜひ見てください。ということで今日はここまでになります。チャンネル登録と高評価の方で応援よろしくお願いします。上田先生、施術の後にしっかりお腹の調子が戻りました。ドバッとスカッとしてありがとうございました。今すっきり、不調が改善されております。最高です。あ、良かったです。本当に当てられなくてよく当てれるね。とか違う、感じる程度、罰ゲーム的なのじゃないんで大丈夫です。